ゃあ起き上がってきました。それで材を取ってもらいました。でそこからまた行きたいと思うんですが、だいたい材座っているときにどっちかに崩れてますので、こうなったりこうなったりしてますので、そのままではなくて一回ですね、やっぱりここできちんと乗り移る前にですね、材を整えてもらいたいっていうのがあるんです。でどうしてもここでこう崩れたりしてると、そのまま立ったらそのまま緊張していきますので、しっかりとさっき言ったできればここで座骨を両方感じてもらいたいんですね。座骨を感じたところで座っていただきたい。でその時に麻痺のある方なんかはどうしても座骨に乗ってこれないんですね。もう崩れすぎちゃってて、でそういう時はタオルをくるくるってロール状に巻いて、麻痺側のお尻の下にこう差し込んであげてください。差し込んであげてください。いいですか？これバスタオルで、今日ねバスタオル用意してもらおうと思ったんだけど前もって言うの忘れちゃった。でここにこうこういうふうにと崩れるのが物理的に収まりますので、これでさっきやった左右へのちょっとやってもらいたいんですね。左右前後さっきの思い出しで、そうすると崩れてそうな人